はい、こんにちは、ヘルウィンです。いきましょう、スクス2というわけでクールガールストライカーズ2の実況をしていきたいと思います。438日目のログインでございます。わあ、すごい学校来た、畑谷さん。あざっす若干なのがからってた。これ真ん中だ。またど真ん中選んでいく。いっちゃん。テミゼガールズペア以上です。で、なんでヘルウィンかというと、ただヘルニアのサルウィンだからヘルウィンです。しょうもなーって。どっちかというとヘロウィンかもしれない。ヘロヘロなんで。いやー、約2週間ぶり。もうちょっとかな？ぶりぐらいに。久しぶりに仕事行ってきたんですけど、やーべえ。やっべえこれ。座ってる分にはそんなに支障はなかったんですけど、やっぱり結構立ち仕事なんでね。で、若干体も結構ね、いろんな部位を使う仕事なんですよね。ただ部署を完全に移動になりまして、むしろ私の意思が介在しなかったことに驚きを隠せないんだけどね。とりあえず 前いた部署にいて、そこで働、軽い作業をしつつ、そのどこに移動するかどうかを聞かれるもんだと思って、なんか希望を述べようとか思って考えていたんですが、そんな余地はなく、あ、じゃあここ入ってって言われて、はっはっはいって言って、そのままそこで普通に働くと、なんかもう完全に移動、気づけば移動させられていたと言わんばかりの状況でしたね。みたいな。まあ、いいっちゃいいんですけど、なんか、まあ多分私が言ってもいいとは思うんだけどね。まあそこはちょっととか、でも別に距離で理由もなかったんで、実際あと多分前の部署で働くには正直この腰だと無理だなと思いました。もう肉体労働、ガチな肉体労働は無理だなと思ったんで、まあ間違ってはないと思うんですよね。別にその采配に関して文句はないんじゃないんですけど、なんかもうちょっとワンアクション欲しかったかなみたいな、ワンアクションというか、なんていうか、ワンクッションかな、どっちかというと、みたいな話ですよ。なんか愚痴っぽくて申し訳ないんですが、エーテルナガンは2万5000目安でいきます。とりあえず2万2000達成したんで、あとはまったりいきます。よし、エーテルの、収束クエルもゲットしましたね。で、なんかね、多分ちょうど昨日かな、仕事行く前に、ほんとまだ仮投稿したんですけど、収束回路、初めての収束、強制収束とかっていう動画上げたんですけど、何やら、ちょろっとだけコメント、いただいたコメントとか、まだお返事返せてないんですけど、ツイッターとか、動画の方のコメントいただいたんですけど、なんかね、なんかやらかしたっぽいな、私。なんかやらかしたっぽい。なぜだ失礼。むせちゃった。なんかね、風邪気味っぽくてね、咳が出ちゃいましたけど、今一瞬、ブハーってなっちゃったけど、失礼ね、お聞き苦しかったらごめんなさいね。今私の、そしてこの、木の滑舌も良くない。そうなんですよね。なんかやらかしたっぽいな。でもマルチメモか、の裏技的な話で聞いてたんですけど、なんかでも結局収束率プラス1につき 0.5% とか3000率アップらしいので、なんかもう最初から高いやつをそのまま強制収束した方が良かったんじゃないか説的なのも、なんか言われたような、言われてないような。いや、例えばこのしおりさんのハードのミスはプラ8なんで、ここにプラス15乗っけると23プラス23までいって、みたいな、そんな感じとかができたっぽいですよ。じゃあなんなら探せばね、もっと、あ、でもわかんないな、結構私アビリティメモか、てかそんな考えてなかったな。だから多分 SR アビリティメモかの代用として、結構 SR メモか私使っちゃったんですよね。これ失敗だったかもわからんですね、いろいろとね。強制収束に全く興味がなくて、だけどプラ8とか、ほらプラ10とかあるからね、これ。てかもっと多分言ってるやつ言ってそうですけどね。でもだいぶ多分ね、究極じゃないやつとかはいらねって言って、結構、SR アビリティメモかな、代わりとして結構ぶん投げたと思うんだよね。プラ11とかあるね、アマネちゃん。
でも今更かな。でもただ一応あれですよね、失礼、なんか声がガラガラだ、なんか喉の調子悪いですよね最近。僕ずっとね最近なんか微妙な風邪をひいてるかのような感じ、まあ言うて私本当万年風邪なんじゃないかと思うぐらい風邪気味なんですけど、まあそんな話はいいんですけど、やっぱりでもなんかこれやな、SR のマルチメモか、だからマルチだからこそのメリットもあるはずですよね多分ね、と私は思いたいんだけどないのかな。誰につけてもいいよっていうメリットはあるんじゃないかと思ったんですけどね、てかそういう話だったと思うんで、まあでもそれは多分間違ってはいないと思うんですけどね。うん、結局ほら例えばまあマネちゃんがプラス11でそこをプラス15してプラス26にしたとしましょう。うん、だからかといってでもあまねちゃんが今私の現状を失礼、すげえ声がもう別のもんか、結局今メインストライカーでもないしアシストメンバーにも入ってないんですよ。だからうんですよねっていうことですよね、ということで一つ例えばじゃあまあマリさんだったらばまあベラスネシュカガプラログみたいなね、これに乗ってますかみたいな、まあまあまあそう思いました。声ガラガラなんでね、なんかね。ネットでリトルビートしてばいていきますが、まあこれはこれじゃないですかね。ちょっとまあ手探りプレイということでね。まあこれはこれでまた誰かのためになればいいんじゃないかなと。三番線でかい。さてさとかちゃん。お、これはあれですね。なんだっけ、雪合戦かなんかそういう戦場の名前があった。そしてこのパイナップルを投げていく。これはなかなかの兵器。これは2万入れますね。あ、いや、わかんない。いけないかもしれないんだよな。そうだ。9万当たるか当たらないかわかんないんだったな。マリさん、ちょっともうちょっと火力欲しいね。つうわけでね。で、そうだ。今日は、あれです。プレイバック。違う。エピローグを見たいと思います。オブリを倒した、出現したオブリを蜂の巣にしたガンスリンガーたちはアルティゲティと取り掛かった。それは想像の域をはるかに超えた意外すぎる終わりを迎え、族エテルナガンマに参加したメンバーたちは満足げにキロへ着くのだった。ちょっと普通に読みたかったな。真のブロンディが出てきて、あ、終わった終わっちゃった。お、エンディングが流れる、すごいエンディングが流れる、本当に映画っぽい。え、ちょっと見たかった。真っ暗になった。あの、満足そうに見てるね、蛍ちゃん。蛍ちゃんが脚本やったもんだもんね。はい？ほう。銃撃戦がすごい。確かにあんまり敵役感はなかったけどね。悪い参謀みたいな役。なるほど、口吹きか。意外とハマってたかもしれない。確かにあるいはノエルさんは敵役かな、ある意味ね。言いそう。銃撃戦はいい。ああ、まずい。まずいぞ。まずいぞ。これはまずいやつだな。なんとかならんかな。ギリギリ間に合わないか。銃撃戦大好き。あ、終わるかもしれない。こうして今年の発煙じゃなかった。発煙でいいのか？初演？となるエティオティを通じて熱意と演技力が高くた者たちはより積極的に演技力を高くなったのであった。終わりかな。はい、というわけでじゃあお疲れ様でした。ちょっと待ちですが最後ならバイバイです。